宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。しかし濃すぎたミノフスキー粒子によってレーダーセンサーの使用はおろか、モビルスーツによる有視界戦闘すらできなくなってしまった。だがジオン軍総帥ギレン・ザビは言った。だったらクイズで勝負だ。機動戦士ガンダム、トイ戦士。クイズの種類を選んでください。大戦闘配備、パイロットはモビルスーツで切り急げ。クリスティーナ・マッケンジー注意、出ます。ジオンの拠点を攻略し進路を開け。正規のパイロットだろうと何だろうと手伝ってもらわなければなるまい。出撃だ。あなたならやれるわ。連邦の最高機密である V 作戦を察知したシャアは、真相を確かめるべくザクをサイドセブンに向かわせた。ガンダム大地に立つ。私が戦わなければ。遅いわ。遅いわ。生き延びた。ジオンの拠点を攻略し進路を開け。5隻の戦艦がシャア一人のために撃破された。絶対帰ってきてね。ザクの攻撃を退け、傷つきながらもサイドセブンを脱出するホワイトベースを待ち受けていたシャアは、赤い彗星の本領を発揮し奇襲を仕掛ける。ガンダム破壊命令。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。問題。させるか。怖いものだなんて。問題。クイズでこんなに怖いものだなんて。問題。問題。連邦軍のモビルスーツは化け物か。問題。次。問題。
していい。なんということだ。このモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのか。火力が違いすぎる。よくやったぞ、帰還しろ。素晴らしい戦果だった。貴様にその機体を預けることはできぬ。乗り換えだ。作戦中域を選択し、括弧敵を撃破せよ。ジオン補給艦か。ジオンの部隊と。あなたならやれるわ。サイド2から地球に向かう輸送船がジオン軍と接触。なんとか撃退するものの、敵パイロットともども宇宙に漂う配管に流されてしまう。二人だけの戦争。急ぎましょう。こうしている間にもエアを消費していく。とにかくこの船に残っているクイズに答えて私たちの位置を知らせないと。問題です。離れなさい。問題です。問題です。死にたいのですか。問題です。離れなさい。あなた、私が聞いていた連邦軍のイメージとは随分違う。迎えが来たようです。私、アイナ・サハリン。さよなら。作戦中域を選択し、括弧敵を撃破せよ。ホワイトベース各員へ。本艦は8分後に大艦に突入する。各戦闘員、メカニック版は各自の部署で待機のこと。なんだと。マゼランの皆さん、選択遅いよ。何やってあなたならやれるわ。待機圏突入。敵もモビルスーツを発進させたようだ。ドレン、援護しろ。我々は二手に分かれて攻撃を開始する。問題。私の力、見せてあげるわ。早すぎて怖いくらい。問題。冗談がない。問題。私を導いてくれ。問題。直撃。
から逃げないで。まだ間に合うわ。戦いとはいつも2手3手先を考えてするものだ。